こんにちは、本日は、国際、沖縄空手道無双会の、最高師範で、あられます、荒垣、師範に、お話を伺いたいと思います。師範、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでですね、前回の動画の話になってしまうんですけども、空手とはという、こういう大きな国で、はい、師範に、的確に、語っていただきました、はい、中国憲法はアリウのような形での空手ではないんじゃないか。で、中国憲法との違いというのはやっぱり空手にあると、それが一体どこから生まれてきたのか。中国憲法が合体して、私に言わせればハイブレッド化されたのが沖縄の空手なんだと。今日もですね、ちょっと大きな国になってしまうんですけども、はい、これ、さまざまな、空手家といっても、競技スポーツ、技術的にやっている、いろんなカテゴリーの、方がいると思うんですけども、これ、今日のテーマはですね、はい、スポーツと、武術、はい、これの、違いについて、はい、教えていただければ、はい、と思います。よろしくお願いします。こちらこそ、はい、お願いします。ですね、私は西洋スポーツのメッカと言ってもいいアメリカで30何年間にわたって空手を教えていましたけど、それ以外にスポーツとしての空手、かつ、沖縄空手ですから武術、武道としての空手の違いというのを自分自身で認識しないとやっていけない場面が多々あったわけですよ、はい、でそれ多々あるゆえに自分なりの答えを見つけないといけなかったと、はい、それが自分の再修行の動機にもなったわけです、はい、で今日は自分なりの答えなんですけど、皆さんに対して私、荒垣清にとって武術とスポーツの違いは一体何なのかということに関しての自分なりの答えを申し上げたいと思います。よろしくお願いします。多分皆さん、はい、楽しみにしてますから、はい、よろしくお願いします。はい、そうとですね、はい、まずスポーツとは何か、はい、と言いますと、やっぱりスポーツというのは競技または自分で演じるものというキャテゴリーがちゃんと決まってるものなんですよ。ただしスポーツの競技をした場合、特に格闘技なりまたは2人の人間が何かを競うという場合にはルールというのは絶対必要なんですが、はい、このルールというのは2つ目的があると思うんです、はい、1つは何かというと競技者の安全のためにルールがある。なるほど、はい、それでもう1つは勝敗を明確にするためにルールがある、はい、2つのルールがあるわけですね、はい、これがスポーツなんです、それから社会一般に広まって安全に広まっていくと普遍性を持っているわけです、はい、でも日本武道または武術というものが一体どうなのかというと、何が違うかというと、武術って最終的には己の身を守るということなんですよ、はい、すなわち自分に危害を加えようとする人間、または自分の愛する者に危害を加えようとする人間たちに対して自分が身を挺して守る、はい、それが武術の基本的なものなんです、それと、はい、相手の場合に立って考えた場合、相手は何を使ってもいいんです、いつどこで何をするかは相手次第なんですよね。状況も、全てオール、そう、もう全てなんです。何でもありなんですよね、はい、何でもあり、すなわち紳士協定があれば争いというのは起きませんから、すなわち紳士の協定というのは全て取っ払った時に、あなたは自分の身を守れますか、あなたは自分の愛するもの、信じるものを守ることができますかということが武術のまず発祥なんだと思ってます。なるほど、はい、ですからそこですごい、もう2つの最大の違い、1つはルールがルールです ね、はい、もう1つは相手が主導権を持っていると、はい、すなわち自分を攻撃する相手というのは相手の意思で攻撃してきますから、こちらが都合がいい時に攻撃してくるわけはないんですよ。そうですね、はい、なので都合がいい方法で攻撃することもないと、すると一応こちらとしてはどんな条件においてもどんな状態においても最低限相手から自分と自分の愛するものを守る、
それが武術の基本的なスポーツとの違いなんですよ。はい、で沖縄空手の場合はもう一つ条件があるんです、はい、これは何かというと都市空間で、ね、あるということなんですよ。沖縄空手の最大の武術的な特徴というのは何かというと、はい、相手が刀を持った場合でも相手が、まあ、飛び道具は別としますよ、はい、短刀なりナイフなり刀を持ってまたは棍棒でもいいです、野球のバットでもいいです、うん、でも自分はそれを持てない状態、なるほど、都市空間の状態で自分の命、うん、それで自分の愛する者の身を守る、そういう足かせというかそういうものの中においてどうやって心身を操作してこの2人また自分自身を守っていくか、はいはい、そこが武術とスポーツの根本的な違いなんです。それで、うん、これはもう考えてみればお分かりのようにまるで真逆の方向にこうやって2つが発達していったと言ってもいいと思います。はい、じゃあある意味ではこうスポーツ、はい、多分今今年、空手が、はい、オリンピックに、そうです、来年そうですね、はい、そう楽しみですね、2024年ですね、東京、まあ、あの、はい、なかなかこのスポーツ的な考えと、はい、この武術、はいはい、としての、まあ、空手です、はいはい、まあ、空手がテーマですから、はいはい、まあ、この共存というか、はい、これはまあ共存という方はちょっと的確ではないと思うんですけども、うん、こう両方高めるということはまあこれは可能というか、あのですね、そこ今違いを申し上げましたけど、両者の、まあ、根源的な違いですね、根本的というよりは根源的な違いですね、でも根源的な違いがあるからこそ千佳さんがおっしゃったような共存ができるんじゃないかなと思います。逆にですね、はい、逆にですね、共存ができるす、ね、はい、すなわち、なるほど、はい、同じ部分が大きければ大きいほどやっぱりこうやってぶつかり合うというか、そうですね、利益が反する部分があると思うんですよ、うん、でも武術とスポーツでこれほどまでに違うとお互いがお互いを助け合って伸びていく場所というのはもっともっと増えていくと思うんですよ。なるほど、すなわち、生きる死ぬ、生き死の生死の狭間で始まってそれを伝承した、その生死の狭間の技術を伝承した武術とそれをちゃんと紳士協定というのがあって選手、競技者の安全と公平なジャッジのために作られたスポーツというのはある意味交換性があると思うんですよ。あ、それではじゃあ、まあ、同じことを自分が述べてしまうかもしれないですけども、はい、武術をこう達成するのに、まあ、一つ、それを高めるためにスポーツというのの力を借りるのであれば、その考え方が間違いなければこのスポーツ、この競技に取り組むということのカテゴリーですらこのこと、武術を極めるゴールにたどり着く一つの道しるべというか、はい、それになるということですか。そうです。あ、なるほど、ですから、わかりました、はい、私の場合はオーバーラップさせるというよりは、両輪になれるんじゃないかなと、ね、はい、それで、はい、相互に両輪で走っていけるんじゃないかなと思ってますよ。ありがとうございます、はい、ちょっとごめんなさい、私の質問でちょっとまた少し違う方向に話が、まあ、違う方向というか話がどん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 表の話が膨らんでしまうんですけども、はいはい、まず武術とは何かというところを考えたときには、紳士協定があるのかないのか。そうなんです。そうですね、はい、そこでまずそこが着眼点の視野、はい、そうです、そうです、はい、あ、よろしいですか。それは協定というのはルールですか、ルール、はい、それがあるのか、そうないのか、ないのか、これちょっと厳しい質問ですし、現代に果たして現代のモラルに沿うのかどうかはまあ別の話としまして、武術というのはそういうのはないんだと、はい、そういう厳しい状態なんだということなんですよ。わかりました、はい、じゃあまあかっこつけて武術だ武術だ言っててもこの現代社会の中で、はい、まあそれを修行させるのもなかなか今、うん、まあ現代社会の中ではなかなか難しいとも言えるんでしょうか。そうですね、それが我々にとっての一つの課題でもあるわけですね。はい、ありがとうございます。はい、まあ多分この武術このテーマで結構何が武術で何がスポーツかって結構私もその一人ですので、はい、今の回答でじゃあ、はい、
結構頭の中が、はい、明確になりましたので、はい、私自身がやっぱりこの、まあ、自らのアイデンティティを求めるということで非常に葛藤した時期ありますし、ですから、まあ、私自身においての答えというのがこういうものだと思っています。ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。非常に分かりやすかったです。ありがとうございます。はい、こちらこそ。それで今 の, もし、ご意見に、まあ、いろいろご意見が、もしある方がいたらコメント等でまたご意見頂戴いただければ、誠にありがたいです。じゃあ今日はどうもありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。